大沢貴地は、江戸時代後期の後家旗元。別名は元助。通称は七助、うねめ。かには、十四にした、自重、右京大部。大沢元の子として誕生した。室は、鯖江藩主、真鍋昭勝の娘、福寿。万円元年うるう三月一日、十四代将軍、徳川家持に、おまみする。同年うるう三月二十五日。 部屋住みながら、後期見習い。明治期の本人の回想によれば、当時14歳であったという。同年4月26日、15位下、自重、うねめせいに助任する。後に十四位下に昇進、右京大部に改める。同年8月27日、高下職。文久2年12月25日、父の死去により家督相続する。慶応2年1月27日、 後家肝入り。慶応3年10月14日、15代将軍、徳川義信による大政奉還の上層文を朝廷に提出する。慶応4年1月22日、新政府に服属し、同年2月7日には、統制軍に資金を献上している。同年8月、新政府に対して国高直しを申請し、実高が1万6国となったという虚偽の報告をした。 これによって、元言武器は、同年9月18日、諸行に列して、堀江藩が立藩する。明治元年12月17日、東都海国内の領地の返上富の国内に、開地の支給を上申する。明治2年6月17日、家族制度が創設されると家族に列し、同月25日、藩籍奉還を行い一藩時に認じられる。 1871年3月20日、過録の半分を開拓費に充てることを上申し、同年5月29日に許可されている。同年7月、廃藩地権により免職となる。同年11月に至り、国高直しに関する虚偽の報告が露見すると、元こと武器は氏族に落とされた上で、金庫1年の刑を受けた。1899年、 死段階のインタビューに応じており、この頃までは生存を確認できる。ありがとうございます。